こんにちは、エバトたけしです。今回は自分のものと他人のものを分けて他人の方が価値の高いものをたくさん持っていると考えるからイライラするというテーマでお話ししていきたいと思います人間は自分の思い通りにいかないと嫌な気持ちになるようにできています思い通りにいかないとは あって当然だと思っているものがなかったり、欲しいものが手に入らなかったり、望んだ結果を得ることができなかったりすることです。そのような思い通りにいかないことが続くと嫌な気持ちになっている時間が長くなります。そのような嫌な気持ちが続いている状態が、イライラしている、不満が溜まっている、ストレスを感じている、精神状態が悪い、機嫌が悪い、などと言われます。 私には愛される価値があるのは当然のことだと思っているのに、愛されないことが続くとイライラしてきます。愛されたい、愛が欲しい、愛を感じたいと思っているのに、それが実現されない状態が続くと不満が溜まっていきます。愛し合う関係を築きたいと望んでいるのに、そのような結果を得ることができない状態が続くと精神状態が悪くなっていきます。 自分は愛されていないと思うことで自分は愛される存在ではないのかもしれないというストレスが生まれますそして自分には愛される価値がないからこれからも愛されることはないだろうと考えることが多くなることで機嫌が悪くなってきます自分の思い通りにいっていないと思考することで嫌な気持ちになるという心の反応が現れますそして 私たちは嫌な気持ちになることを辛いと感じます。なので、嫌な気持ちになるという苦しみを避けるためには、自分の思い通りに言っていないと思うことをやめる必要があります。自分は愛される価値のない人間だと思うことで辛い気持ちになっているのなら、いや、自分は愛される価値のある人間だと思うことができます。そして、現実との整合性を取るために、でも、 今のところ私の魅力に気づいてくれる人がいないんだよねと補足することができます。恋人がいなくて辛いと思っているのなら、いや、この世界にいるすべての人は私の恋人だ。あのコンビニで働いているかっこいい人は私の恋人だ。あのスーパーでレジを売っているかわいい子は僕の恋人だと考えることができます。そして、でもあのかっこいい人は まだ私の恋人だということに気づいていないんだよね。あの可愛い子は僕の恋人だと気づいていないから手を握ろうとしたら気持ち悪がられると思うんだよね。もしかしたら引っ張たかれたり警察を呼ばれてしまう可能性があるから今は恋人のように接しないようにしているんだと考えることで思考と現実の矛盾がなくなり心が整理されてスッキリとします。 お金がなくて辛いと思っているのなら、いや、この世界にあるお金は全部自分のものだ。あの銀行にあるお金も自分のものだ。でも、自分のお金を持ち出そうとすると、泥棒を追って叫ぶ変わった人がいるから、そうしていないだけだ。銀行員と呼ばれるおかしな人たちが、私のお金を金庫に入れているから、取り出せないだけだ。と考えることができます。この他にも、この世界にあるものは、 すべて自分のものだと考えることで、欲しいものが手に入らないというイライラを避けることができます。あの高級店にある服はすべて私のものだ。でも自分の服を着て店を出ようとすると、お金を払いなさいと怒り出す人がいて怖いから、そうしないようにしています。あそこにある大きな家も私のものです。でも、ここは俺の家だと言って鍵を閉めているキチガイがいるから、 自分の家に入ることができなくなっているだけですと思うことができます。私たちは宇宙にあるすべてのものを手に入れることはできません。だからどれだけ多くのものを手に入れても不足感や欠乏感をなくすことはできません。どれだけ物理的に豊かになっても自分は欲しいものをすべて手に入れていない、すべてが自分が望んだ結果になっているわけではないと考えることで 不満になります。どれだけ経済的に豊かになっても、まだまだ足りない、これぐらいのお金じゃ幸せになれないと思っていたら、どんどん心は貧しくなっていきます。すべてが自分の思い通りに行ったら幸せになれると思っていたら、絶対に幸せになることはありません。なぜなら、私たちは欲しいものをすべて手に入れることはできないし、望んでいる結果をすべて得ることはできないからです。 すべてのものを手に入れることができない私たちが、すべてのものを欲しがるから、不足感が生まれて、イライラするようになります。それよりは、すべては自分のものだ。でも、すべてを手に入れることはできないけどね、と思っていた方が楽になります。ということで、わざわざ他人と比較して、あの人は持っているけど、私は持っていない、と自分を嫌な気持ちにする思考をしないように、 気をつけてほしいと思います。思考は自分を楽しませるために使っていきましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エヴァとたけしでした。